第3組、内側第1レーン本庄東埼玉、第2レーン水戸第1茨城、第3レーン白鸚台足利栃木、第4レーン太田女子群馬、第5レーン宇都宮女子栃木、第6レーン翔平埼玉、第7レーン伊勢崎生命群馬、そして第8レーン群馬栄、失礼いたしました、埼玉栄、埼玉、以上チームで第3組出発です。グリーンカードです。ただいまのはスタート合図の前にきちんと停止しなかったのでスタートをやり直します。
が3番目に上がりました。本庄東は斉藤さん2位に上がる。トップも取られた。東京は森田さんは1位で粘る。先頭は東京は森田さん、そして斉藤は片栄。では出ました。こちらは豊泉さん。さあバトンはアンカーへ。さあバトンパスです。栄、埼玉栄は先頭に出ました。鈴木さん1年生。先頭2頭埼玉栄、昌平どちらも埼玉、この後ろ本庄東どちらも埼玉。さあラスト初戦、オレンジのユニフォームが埼玉栄、その横緑のユニフォームが昌平、こちら岩田さん。さあこちらも3分55秒台。こちらの組の先頭も3分55秒台。さあどの組の先頭は3分55秒台ということでほぼ均等しております。さあ先頭第6レーンは昌平、埼玉3分55秒16の速報です。ゲーム競技南関東男子やり投げ決勝は現在3回目の試技です。ただいまの投擲は神奈川八重高校内地区上下48メートル17。続いては現在3位につけております千葉東葛飾の阿部君、ここまでの記録は57メートル70。